なんでお前が持ってんだよ。まったく、油断も隙もあったもんじゃない。この変態、スケベ、女たらし、最低男。うるさい。何でもありません。ご主人様、ほっぺた、どうなさったんですか？誰かに叩かれたんですか？はい。いいえ。すみません。メモリーの検索に時間がかかることはありますけど、ご主人様、何かお忘れになったんですか？ゆいと、上がったよ。また合宿できたらいいのにな。当たり前だろ、人のせいにして。おい、
私がそう言ったのか。本当にそう言ったのか。本当は私にクロロホルムを嗅がせたんじゃないのか。いきなり首筋に手刀を食らわせた。誰にも喋るなよ。却下。何？地震？ああ、ちっこいのがグラグラっとな。そうだったっけ？いや、気がつくといつも終わってるから。それ以上喋るな。地震結構きつかったのか。そうか、昔からそうなんだ。いつも気がついたら地震終わってるんだ。昔からそうなんだ。いつも気がついたら地震終わってるんだ。先輩、今日あたりモデルデッサンしません？モデル？もうほとんど全員。まだやってない人いるじゃないですか。へへへ。ね、やりましょう。二人とも昨日全然やってないでしょう。ダメですよ。まあ、部長と副部長がサボってたら美術部潰れちゃいますよ。そのためにも今日は気合を入れてデッサンです。まあ別にデッサンぐらいやってもいいけど。やった。始めるか。お前、副部長だからモデル決めろ。だって、お前まだしてないだろ。着替えてきてね。
前こそなんでそんなの着てんだ。面倒だな。続けよう。ゆいと、ブルブル震えないでね。男の体ってゴツゴツしてるな。筋肉筋肉。おい、ティラノ、どこ見てるんだ？ちゃんと顔も描くんだから、動かしちゃダメだよ。ああ、ちゃんと視線を集中させろよ。あくびをするな。デッサンは各自保管。なんでよ。せっかく描いたのに。向きになってんだ。わっ！まだ追いかけてくる。お医者さんごっこしよっか。何よ、大きな声出して。ほら、私患者さん、ゆいとくん先生ね。
心臓の音を聞くのよ。胸に聴診器を当てるの。早く。ああ、そっか。服を着けたままじゃいけないもんね。服脱がなきゃ。脱がないと聴診器を当ててもわからないのよ。お医者さんは患者の言うことを聞くの。よいしょよいしょっと。あ、濡れた。はい先生、診察お願いします。先生、何してるの？早く診察して。おい、何を当たり前なこと聞いてんだ。頭？なんかスースーするな。ゲッ。ごまかすな！なんで私が裸なんだ！このスケベ野郎、そんなことをしようとしてたのか！天柱！